みちゃん、しょにちゃんのしほとりみです。はい、ということで今回もね、私たちね、鬼滅の刃にハマってるということで、秋葉原にね、鬼滅の刃グッズを買いに行ったんです。はい、で、その時にね、買った購入品紹介をしていきたいと思います。ほほほい、ということでいっぱい買ったね。ね、いっぱい買ってきました。じゃあまずちっちゃいのから紹介していきます。はい、はい、ということでね、ちょっとアップにしてみ もらいました。ひい、こちらのね、袋にあ、はい、入ってるんですけど、こちら炭治郎のね、アクリルフィギュアっていうの、なんかここに名前とこのフィギュアが立てれるっていう。可愛くない、この炭治郎、かわいい。作ってみよう。今回炭治郎が多めなんですよ。かっこよくない、炭治郎。こんな感じになってて、取るみたいですね。こんな感じで押すと取れます。もう消えてる。炭治郎、じゃあこれにね、これをこう刺す感じ。ほら、で、それも刺して、こんな感じ。かわいい、めっちゃかわいくない？しほ、センスあるかも。じゃあ、次行きます。めっちゃかわいい。プラスチックだよね。ね、これもやばい、かわいいね。このシリーズ揃えたよ。じゃあ、次行きます。これ違う。次行きます。はい、次はね、これでもっと強くなる。こちらのね、黒い袋です。炭治郎じゃないねずこと善逸が入ってます。善逸、じゃん。こちらのね、ストラップ、デカラバーストラップって言って、ねずこと善逸。このねずこ可愛くないですか？すごい、めちゃめちゃ可愛くて。めっちゃ座ってはやーってしてるの、めっちゃ可愛い。善逸、これね、スズメに乗ってるの本当に可愛いなと思って。善逸ってかっこいいより可愛いじゃないですか。可愛いですよね、めっちゃ可愛い。炭治郎と伊之助は正直かわいいよりかっこいいよりだと思ってる、私の中では。この二人がかわいい代表だと思う。あ、しのぶちゃんとかはもちろんかわいいけど、主人公で言ったらこの二人がかわいいかなと思いまして買ってきました。開けてみる？開けてみます。松葉ストラップ、イヤホンジャック付き。イヤホンジャックはね、知ってたんだけど。あ、スマホにさせるんだ。そう、でかくない？でっかで、イヤホンジャックのね、やつと普通のストラップついているので、スマホにさせるんですけど、これをね、スマホにさせたらちょっとね、スマホが重くなると思います、多分この大きさは。ヘイトにはの、は、刺さない。刺さないね、確かに。そっか、イヤホンからできなくなる。イヤホンないから、イヤホンジャックが。イヤホンジャックがある人はめっちゃおすすめです。まあ、普通にストラップがあるのでね、カバンとかにつけたりもできるので、飾ったりつけたりしたいと思います。はい。次行きます。これめっちゃね、めっちゃね、めっちゃね、欲しかったの。見てください、この色といえば、そうです、そうです、そうです、炭治郎のハッピーっていうの、ハッピーです。やばくない？炭治郎になりきれるよ、私。やばい、見た。でも中のね、鬼殺隊の服が、服というか黒いのがないから、これ買ってない。やばい、ほら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 、この着てるやつ、この緑のやつ。ほら、ここのね、炭治郎が着てる緑のやつ。やばい、やばい、ほんとテンション上がる。見てください。あ、聞くだったら開けてみます。下、すごくないの？すごい、フリーサイズだそうです。フリーサイズって、やばい、二人羽織できそうだね。え、いろんな人でもいいってこと。誰でも。すげえ。すごくない？やばいねこれ。でも首なかったら、ほらもう善逸じゃん。あ、間違えた。炭治郎じゃん。ほら、よくないこれ、ママ。何その顔。お前つえ、うんって言った。よくない？たな。よくないこれ。たな。ちょっと立ってみた。映んなくなっちゃうから。はい、あの、この、はい、
これやば。じゃあ来たままね、紹介します。はい、というわけでこれが本当の最後です。はい、こちらも炭治郎のね、お人形です。あ、剣はついてませんのでご注意ください。可愛くないですか。これベッドに置いてあるだけですごいよ。うちのベッドの上はお人形の世界だから、はい、お人形の世界だから、いろんなお人形が楽しめる世界なんです。うちのベッドの上はとこの子もね、仲良くしてもらいたいなと思って。もちろん可愛がりますけど。枕になりそう。なるかも。今日それで寝るの？ハッピーで。ハッピーで寝るの欲しい。ないよ。これ売ってたよ、これ。売ってたの？いや、売ってたよ。中の。そう、中で売ってた。15,900円。たけー。でした。売ってた？16,500円だっけ。まあでも15,000円超えでした。はい、ということで今回はね、秋葉原に行って鬼滅の刃グッズを買ってきました。はい、本当にね、めっちゃテンション上がってウキウキするんで、ファンの方はぜひ行ってみてください。はい、それではバイバーイ。めっちゃ可愛い。待って、これ外して、何、髪染めて、ここを赤くして前髪もバーってやればもう感じよっちゃう。やめろ。グミグミグミペア。サンジーだおやつだ甘いだ、カミカミサンキューだグミ。